山脇です。さあ、今ね東京駅来てまして、これからね1週間ちょっとね名古屋行くんですよ。で今からね新幹線乗るんですけども、このね東京駅に最近ね新しくね飲食街がオープンしまして、東京駅地下街なんですけど、グランスタ東京というのがオープンしまして、ここにね飲食店がね結構入ってるんですよ。で最近ね中華食べてないんで、ちょっとね中華食べようかなと思って、ここのね南国酒家47チャイナ、ちょっとここでね新幹線まで腹ごしらえをしていきたいと思います。47って何の意味かなってさっき店員さんに聞いたら、47都道府県の食材をうまくこうアレンジして提供してるお店らしいです。ちょっとね今日はもうゲリラで来ましたん で、あとね南国酒家ってねちょっと僕初めて来たんですけど、調べたら歴史がね60年近くあるそうです。でね早速ね全国の野菜がねここにねなんかあるんですけど、これらを使ったメニューがこちらではいただけるそうですね。で東京駅限定のメニューもありましたね。愛知県の大橋産のトマトを使った冷やし麺、他にもね群馬県産のもち豚を使ったメニューもねいろいろあります。で次は福岡県産博多地鶏、これはね全国のねご当地グルメがこの店に来れば味わえるというね、これはなかなか素晴らしいお店ですね。まさかこんなにメニューがしっかりあるとは思わなかったんで、これね何食べようか迷っちゃいますね。風さやか、ちょっとこの、ね、チャーハン食べてみようかな。なんかねお米のね産地がこう、ね、書かれてるチャーハンってなかなかないんで、群馬県産もち豚と天王のソチャーシュのチンタンそばでございます。はい、今更なんですけど、いいおしぼりですよこれ。いただきます。まだちょっと先にね伸びちゃうからラーメンから。うわ。ものすごいさっぱりした、まあ、醤油ベースなんですけど、後引かないですね。すんごいさっぱりします。うん。でいつもだったらスープいったら麺なんですけど、群馬県産のもち豚がメインなのでチャーシューからいっちゃいます。おお。うん、ものすごい柔らかいですね。脂っこくないですね。うん、あこれは美味しいわ。うん、麺もうまい。歯応えがねしっかりしてて、中細ストレートですけど、ちゃんとこうスープ運んでくれて、うん、喉越しがいいですね。うん、
シャキシャキでみずみずしくて、今更なんですけど、これもち豚のチャーシューね、これ結構厚みあるんですよ。で、チャーシューと一緒に合わせて食べる。うん、あ、群馬県のもち豚、ラーメンで、ね、こんだけ肉感を味わえるっていうのはなかなかないかなと思うんですけど、でこのさっぱりとしたねスープが、うん、ああ美味しい。レンゲですくっただけでもパラッパラ。いつもプライベートで食べてるチャーハンとは違いますね。辛すみがしっかり効いてるんですけど、そんなにきつくないのがいいですね。なんか塩辛くないですね。ちょうどいい塩っ気さで、お米うまいですね。ちょっとこの辛すみ食べちゃうとね、なんか日本酒とか飲みたくなっちゃいますけども、新幹線の中で仕事しない方は、まあ、日本酒かビールで。うん、で今食べ終わって出てきたんですけどね、ここ限定のね、あんパン売ってるんですよ。銀座の木村屋さんとのコラボみたいですね。東京駅限定黒ウーロンアンパン、温めて食べても美味しいので、そのまま食べても美味しいんですけど、はい、レンジで10秒ぐらい開けてると、はい、中からふわっと黒ウーロンの香りがします。あ、黒ウーロンの香りがするんですか。ということで、アンパン買いましたんで、新幹線でいただきたいと思います。今回のお店、南国歯科47チャイナさん、グランスタ東京の中にお店ありますんで、ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。